大胸筋の下部は過小評価されがちな部位でもありますが、大胸筋の中でもかなり外見的に重要な部位です。この部位を鍛えることによってできる大胸筋のラインは胸をより立体的に見せ、この筋肉を強調します。実際上部や中部がどれだけでかくても、この下部のラインがないと大胸筋はほとんど目立たず、乳首が下向きになっている人も大胸筋下部の成長不足である可能性がかなり高いです。そのためこの部位を狙ってトレーニングしている人は少なくありませんが、この筋肉は上部や中部と違ったポイントがあり、間違ったトレーニングをするとどれだけ下部を鍛えてもこのラインはつきません。この動画ではその大胸筋下部が成長しづらい人におすすめの鍛え方と最強種目について紹介します。大胸筋は主に鎖骨から肩にかけてまたがっている大胸筋上部と胸骨から伸びる中部、肋骨から伸びる下部に分類されています。しかし大胸筋の分け方について全ての研究者が合意している分類はなく、科学的なデータに基づくと大胸筋上部は中部や下部とは明確に神経支配が異なるため、大胸筋上部とその他という分け方もされます。つまり中部と下部には明確な分離はありません。おそらく視聴者の方の中には下部狙いの種目がなくてもフラットなプレスやフライで下部を構築できるという人もいますが、それだけでは不十分、中部ばかりが発達してバランスが悪くなるという人もいます。目安としてフラットベンチプレスが自分の体重と同じくらいの重量が上がるけどラインがうっすらも出ないという人は大胸筋下部が成長しにくいタイプである可能性が高いです。実際パーカーフィットネスのトレーニング仲間の一人にも、ベンチプレスは100キロ以上持ち上げられるのに下部があまり発達せず大胸筋のラインがほとんど出なかったという人もいます。こういった人の場合、大胸筋のサイズは十分あるのに下部のラインがないため、正面から見た時に胸の筋肉がほとんどないように見えたり、腕や肩だけが成長していてバランスが悪い体に見えたりする場合があるので非常にもったいないです。ただそういった人は下部を集中的に鍛えて大胸筋のラインをつけるだけで胸の外見が一気に変わります。大胸筋の筋繊維は斜め下に向かって伸びている筋繊維です。横の成分は肩関節の水平内転のように腕を真横に閉じる運動、下の成分は腕を下げる伸転や内転によって活動するため、下部を狙うときは腕を閉じながらウエイトを下に引っ張る運動が最適であるということが予想できます。そのため多くのトレーナーはデクラインのプレスやフライを推奨します。これはインクラインベンチプレスと逆に角度をつけることによって下部を狙う方法です。確かに足を上げたり体を下げることによって真横に行っていた運動に下方向の運動が追加されるため、下部がより活性化されます。しかし実際デクラインのプレスは下部の成長にとって不十分です。2000年のバスキーによって行われた筋電図分析では、ベンチ台の角度と大胸筋上部中部下部について調べました。このグラフは相対的な EMG であるため一般的な筋電図分析の値とは少し違うということに注意してください。この筋電図分析によると、傾斜角度 -15 度のデクラインプレスは一般的な常識とは違い大胸筋全体にとって非常に効果的なようです。加えて2016年に行われた先ほどと似た EMG 研究では、ベンチ角度 -15 度のデクラインベンチプレスと0度のフラットベンチプレスでは大胸筋下部の筋活動は変わらなかったということを示しています。デクラインベンチプレスは確かに下部にとって理にかなった運動ですが、先ほど挙げた研究を見るとデクラインベンチプレスはフラットベンチプレスよりも大幅に大胸筋下部を刺激できるかと言われると微妙なところがあります。特にフラットベンチプレスでも大胸筋下部が十分成長するという人は別ですが、フラットベンチプレスでは足りない、成長しないという人には、デクラインベンチプレスでは刺激が足りない可能性が非常に高いです。これは筋繊維の向きを考えると非常に理にかなっています。上部の筋繊維は15から30度程度、少し上向きですが、大胸筋下部は肩から肋骨に向かって伸びており、大胸筋のラインを作るかなり下の方の筋繊維は、ほぼ直角に筋繊維が伸びています。特に乳首が下を向いている人は、下部の際のあたりの成長が不十分である可能性が高く、下部を狙ったトレーニングが必要です。大胸筋下部については、実際自分で確認してみるとわかります。ベンチに座って片腕を伸ばして、フライのように腕を閉じてください。そうすると上部が収縮して硬くなっていることがわかります。中部も言うまでもなく収縮しています。それでは下部を触ってみてください。筋肉の緊張はほとんどないということがわかると思います。大胸筋の上部は緩やかなインクラインプレス、少しの屈曲で十分上部狙いと言えるだけの負荷が入りますが、下部は少しの内転では不十分です。強めの内転または伸展運動が必要です。ただ大胸筋下部を狙うときは、伸展という解剖学的な運動では不利です。解剖学的な知識がある人ならわかると思いますが、伸展と内転は広背筋とも重なっています。じゃあラットプルダウンで大胸筋下部は成長するのかと考えると、それはかなり難しいということが想像できます。これは伸展は腕を下げる運動ですが、腕を前に出す水平内転の要素がほとんどないためです。伸展は基本的には腕を下げますが、前から後ろに引っ張る運動でもあるため、大胸筋下部が強く活性化されることはありません。筋電図分析でもダンベルプルオーバーは、フラットバーベルベンチプレスの4割程度しか大胸筋を活性化していないということがわかります。大胸筋下部を鍛えるときは内転を使いましょう。ウェイトを後ろから前に引っ張ることで、背中に負荷を逃がさず、大胸筋下部を鍛えることができます。そして下部を鍛えるもう一つ重要なポイントは、プッシュと同時に肩を下に下げることです。これが守れていなかったら、どんなに鍛えても下部は成長しないと言っても過言ではありません。これが正しい下部のトレーニング。これが間違った下部のトレーニング。どう違うかわかりますか？正解は肩を下に下げていないことです。下部のトレーニングでは、ケーブルを引っ張ったり、ウエイトをプレスするのと同時に、肩を下に下げるように、肩甲骨の下制が非常に重要です。これにより下部が収縮して、働きが強くなります。一度ケーブルクロスオーバーで、肩をすくませたままやってみてください。これをしながら大胸筋を触ってみると、大胸筋下部にほとんど力が入っていない、ということがわかると思います。必ずウエイトを下に引っ張るのと同時に、肩を下に下げて大胸筋を収縮させることを忘れないでください。最初のうちはできていても、きつくなってくると肩がすくんでしまいやすいので注意しましょう。大胸筋を鍛えるときは中途半端なものではなく、強い内転を入れること。そしてケーブルを引っ張ったり、プレスをするのと同時に、肩を下に下げて大胸筋を収縮すること。この2つが非常に重要です。内転と水平内転を使った上から下に引っ張るケーブルクロスオーバーは、大胸筋下部の成長にとって理想的な種目です。ケーブルのフライはほぼ一貫して、強い大胸筋の活性化を示しており、バーベルベンチプレスやダンベルのベンチプレスに匹敵するほどです。一般的なデクラインプレスよりも内転が強いため、フラットベンチプレスだと下部が成長しないという人にはぴったりです。ポイントとしては水平内転。真横に腕を閉じるのではなく、ケーブルの向きに沿って下方向に引っ張るのも重要です。ケーブルクロスオーバーでは、大胸筋ではなく腕が先に疲れるという相談をいただくことがあります。この場合、最もよくある原因は肘を伸展させていることです。スタートでは90度肘が曲がっており、フィニッシュでは肘が伸びきっている場合、上腕三頭筋の力を使っている場合があります。ケーブルクロスオーバーで大胸筋に負荷を集中させるポイントは、肘の角度を変えないこと。肘は軽く曲げる程度でそのまま伸ばさず、肘の角度を変えずに引っ張ります。強い内転を入れるためにも、ケーブルの高さは一番高い位置から下に引っ張りましょう。トレーニング中のストレッチポジションのカットは、筋肉の成長効果の大幅な低下に直結します。必ず腕を180度開いて胸を伸ばしましょう。そして特におすすめなのがバーディップス。ブレット・コントレラス博士が行った大胸筋種目の筋電図分析では、このディップスが最も大胸筋下部を活性化することを示しています。ディップスにはベンチを使ったものもありますが、これは上腕三頭筋を特に活性化させます。大胸筋を狙うためには、バーを使ったディップスがおすすめです。これはほぼ真下にプレスを行うため、非常に強い内転運動が入ります。大胸筋下部がなかなか成長しないという人には最適です。さらに荷重ベルトをすれば、上級者の人でも十分トレーニングができますし、ジムにマシンがあればアシストを使うことで初心者の人でもトレーニングができます。アシストを使うのがちょっと恥ずかしいと思う人もいるかもしれませんが、自分のレベルに合わせて負荷を調節することは全く恥ではありません。この種目は非常に重要なポイントが多く、怪我のリスクも高いので、フォームを意識しながら行ってください。ディップスで重要なポイント、体をやや前傾させること。これをすることで、ケーブルクロスオーバーと同じように後ろから前にプッシュする運動が加えられることで、大胸筋下部が強く活性化されます。動作中ずっとこの前傾姿勢をキープすることが大事です。最初は前傾できていても、フィニッシュで体が垂直になってしまうという人がかなり多いので、最後まで気を抜かないでください。大胸筋に十分なストレッチを入れるためにも、体は十分下に下げて、最低でも肘が90度になるまでは行いましょう。ディップスは非常におすすめの種目ですが、フォームが難しいのと怪我のリスクも高いので、最初は上級者の人でもアシストマシンを使いながら行いましょう。大胸筋下部を鍛えることによってできる大胸筋のラインは、大胸筋のサイズを2倍、3倍に見せることができます。この筋肉を成長させるためには、下部狙いの種目が必要な人もいれば、そうではない人もいます。大胸筋の下のラインができない人、そして乳首がほぼ真下を向いている人、こういった場合、大胸筋下部の成長が不十分で、中部とのバランスが悪くなっている可能性が高いです。そのままトレーニングしても、大胸筋のバランスがどんどん悪くなるだけなので、下部を狙った種目を取り入れましょう。フラットベンチプレスが自分の体重と同じくらいの重量が上がるけど、ラインがうっすらも出ないという人は、大胸筋下部が成長しにくいタイプである可能性が高いです。他の人よりも多くの下部トレーニングが必要になります。大胸筋下部がフラットなベンチプレスやフライで十分という人は、下部を狙った強い内転種目は必要ありません。ただし大胸筋のバランスが現在進行形でかなり悪く、下部を最短で成長させたいという人は、中部または大胸筋全体狙いのフラットベンチのプレスやフライよりも、まずはディップス、ハイプーリーのケーブルクロスオーバーを優先させるのがおすすめです。めちゃくちゃ悪いわけではないけど、おそらく自分は下部が成長しづらいタイプという人は、週に1から2回5セット程度、大胸筋下部を狙ったケーブルクロスオーバーやディップスを取り入れると、下部の成長が大きく変わるはずです。必ず下に引っ張るのと同時に肩を下に下げること。これができていないと、仮に100セットトレーニングしても、大胸筋は成長しません。下部が成長しにくいと思った人は、ぜひ試してください。この動画がいいと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。